上淳太郎の生駒大好きギュギュギュさあやってまいりました、MC の上淳太郎です。そしてミセス武者涼香です。お願いします。お願いします。で、気になってたんですけど、はい、そら漫才師やんか、漫才師とか漫才やらせていただいたり、相方がここで仕事してる間に何してるの？相方ですか、うん、パチンコかな。そうな、ネタ書くとかじゃないの？あ、ネタ私が書いてるの。あ、そうなんや。はい、そうです。ネタ、りょうかちゃんが書いて、はい、りょうかちゃんが働いて、はい、で、彼は寝てるかパチンコか。そう、はい、そう、こちらが竹丸ホールの2階にあるホワイエという場所でございまして、はい、こちらね、右手に大ホールがドンと構えてまして、はい、そのお隣ということで、はい、ここの広場、普段は、はい、なんかヨガ教室だったりとか、はい、フラダンスの、はい、なんかレッスンお稽古みたいのを皆さんがされてたりする場所らしいですよ。まあ、結構な広いスペースですもんね。はい、すごい外の明るい光も入ってきて。そうそう、外の光がすごい。はい、めちゃくちゃ明るいですね。すごい、ね、はい、向かいの家の人からも見えそうだもんね。そうですね、フラダンスやってたら。今日はどちらに？今日はですね、はい、生駒三六公園さんにお邪魔しまして、はい、フィールドアスレチックを体験しようと思います。もう思い出の、はい、そう、三六公園のフィールドアスレチック、うんうん、何回行ったかほんまに。やっぱ行きはるんですか皆さん。そう、だから親が土日になって、うん、もう子供ってもうどうしようってなったら三六行っとけみたいな。なるほどなるほど。で、生駒の駅から無料バス、はい、あ、そうなんですか。シャトルバスが昔出てったんや、子供の時は。今あるんか分からへんけど、はい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 、でそれ乗って僕行って、はい、プール入ってフィールドアスレチックで遊んで最後食堂で飯食って帰るっていう完璧な休日じゃないですか。そうそうそう、プールもあるんですか。プールでもその日に限って俺行った時はプール閉館でアスレチックメンテナンス中で、俺レストランで小学4年生が3000円使って帰ってんから、はい、3000円。おかんにババチビロほど聞いた。そりゃそうですよっていうぐらいちょっと思い出のある。はい、ちゃんと調べていきましょうね。はい、あるんで。はい、ちょっと楽しみです、ね、はい、さあ、いつものコーナー、はい、行きましょう。はい、今日も行ってまいります。イコマのイベント紹介していただきましょう。はい、エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。はい、こんにちは。おかえりなさい。ちょっと先月はね、はい、ちょっと休んでおりまして、はい、いろいろあったんですけど。はい、お久しぶりで。はい、もうすいませんでした。まあ、今月から元気にやっておりますんで、生駒です。竹丸亭です。2人で勉強会というのを竹丸ホール、はい、このショーホールで開催します。5月20日土曜日、桂三味さんと笑福亭千丸さん、はい、そしてゲストにマジックの滝川和則さん、はい、滝川さん男前です、イケメンでございます、はい、かつては吉本のヨン様と言われてまして、ヨン様マジックというのを、チャーララーというあのね、冬のソナタの音楽に乗ってマジックもされていたというほどのヨン様にの、はい、マジシャンでございます、これが5月20日土曜日18時半開演でございます、はい、になりますんで、お仕事帰りでも、お遊びに行った帰りでも、はい、来れます。料金はたったの1000円あら安い、はい、ぜひお越しくださいませ、はい。青いトリオコンサートでございます。青いトリオというのは、生駒市出身のチェロの演奏者伊藤優さんが参加しております、東京芸大出身のお三方でございますけども、2018年のミュンヘン国際音楽コンクールピアノ三重奏部門で日本人初の1位を優勝したというすごい、トリオでございます、はい。竹丸ホールで6月3日、14時から開催いたします、料金は3000円でございますので、ぜひとも世界の青い鳥を、3000円の料金で、ね、楽しんでいただきますので、クラシックファンの方ぜひともお越しくださいませ。クラシックからちょっと変わりまして、今度は昭和歌謡を聴いていただきましょう。北海道歌旅座ザコンサート2023ということで、北海道を拠点にして活動している歌旅座という、はい、ボーカルグループがありまして、昭和の懐かしい曲とか、そういうあの民謡とかいろいろ歌って楽しんでいただきます、はいはい。6月9日の
2時から開演でございます、はい、平日ですけども、まあ、あの平日でもね、お仕事されてない方とか、うん、はい、来れますので、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、料金は前売り1700円、当日2000円でございます、はい、ぜひともお越しくださいませ。はい、生駒寄せせせらぎ亭南コミュニティセンターでございますが、はい、桂文座奮闘落語会その1でございまして、はい、南コミュニティセンターで文座さんの落語会を毎年2回ぐらい定期的に行おうということで、今日は初めて、今回は初めての公演でございます。しっかり2席務めますと、はい、ね、本格的落語を楽しんでいただきます。出演は桂文座さん、林家花丸さん、月出修太さんと、入場料はたったの1000円、6月の18日、14時開演でございます。入場料1000円でございますので、ぜひともお越しくださいませ。はい、はい、はい、下手でいい下手がいい初めての絵手紙講座、まあはがきにいろいろねいらっしゃって、はい、いろいろメッセージを伝えていただこうということで、うん、南コミュニティセンターせせらぎでございます。5月12日から、6回講座でございます、お問い合わせは南コミュニティセンターの方で詳しくはお問い合わせくださいませ、はい、50歳からの生き生きヨガ講座、これ50歳からの生き生きヨガ講座、はい、これまで竹丸ホールでやってたんですけども、はい、今度はこれが鹿野台ふれあい線、フライホールでも行いますということで、はい、新たな募集です。対象は50歳以上、5月19日から、行いますので、ぜひとも応募ください。一応の申し込み期間は過ぎてるんですけども、はい、秋があれば随時受け付けるということで、ぜひとも、はい、参加していただければと思います。そして次は熊のストラップ作り、可愛い熊さんのストラップを作りましょうということで、はい、5月20日に北コミュニティセンター市田羽ばたきで、開催します。親子で、参加していただきたいということで、はい、定員は20組ということです、はい、受講料は1000円、材料費込みで1000円でございます、はい、安いです、はい、5月20日土曜日でございます。ぜひともこれも一応、申し込み期間を過ぎてますけども、空きがある場合は受け付けられますのでお問い合わせくださいませ、はい、梅ちゃん先生の楽しい英会話教室、これもすっかりおなじみなんですけども、はいはい、ラフ次元の梅村さんが、英会話を楽しく教えてくれます。現役の塾講、英語塾も、はい、講師もされてますんで、うん、吉本所属ですんで、楽しい英会話を、身につくように教えていただきます。5月の30、6月6日、6月13の3回講座でございます、竹丸ホールで、夜6時から8時の間の時間帯でやっておりますので、ぜひともお申しください、お申し込みください。笑い飯哲夫さん、楽しく学ぶ日本の古代史第3弾、謎多き大化の改新を考えるということで、はい、これまで卑弥呼、ね、はい、邪馬台国と卑弥呼があって、はい、聖徳太子と仏教があって、はい、この第3弾でございます、うん、大化の改新、虫込め大化って言わう大化の改新とかがありましたけども、はい、まあいろいろ、ね、発掘や何か進みにつれて不思議なことがいっぱい、はい、出てきておりますので、その辺を哲夫さんと一緒に、解き明かしていきたいと思いますので、これは6月28日朝10時から、生駒市図書会館市民ホールで開催いたします、はい、定員は70名、料金は2500円となっておりますので、ぜひ多数の参加をお待ちしております。はい、イベント紹介は以上でございます。さあ、はい、やってまいりました。やってまいりました、生駒三六公園です。はい、到着でございます。いや、僕としてはむちゃくちゃ懐かしいです、はい、あー、そうなんですね、やっぱり。はい、はい、ほんまにほぼ建物変わってないと思います。そうなんですね、うん、ちょっとワクワク、いや、ちょっと思ってた以上にすごい自然の広大な場所でして、すごいやろ。はい、ほう、北京京聞こえねえで、ほんまに鳥のさえずり聞こえる、こんななあ、はい、めちゃめちゃいいやろ。はい、ここで俺は育ったわけですから。なるほど、いや、素敵な場所でございますね。はい、じゃあさあ、じゃあここで紹介していただきましょう、はい、生駒三六公園の寺井さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はじめまして、寺井です。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、じゃあちょっとこの生駒三六公園についてちょっといろいろお伺いしたいなと思うんですけど、はい、ご説明していただいてもよろしいですか。はい、かしこまりました。はい、生駒三六公園は、はい、生駒山の中腹に位置してございまして、はい、約敷地の面積が29ヘクタールっていうところになるんです。29ヘクタール、はい、ちょっとイメージしにくいんですけれども、はい、
甲子園でいうと約8つ分おー甲子園8つ分はい入る敷地面積となっておりましてそんな広いんすかはいそうです通りで僕子供の時、はい、ほんまによう来ててんけど、はい、おったんほんまここだけやもんなるほど全部は見切れないもんいや行けてないんちゃうかな、はい、いろんな施設もたくさんあるみたいなんですけど、はい、どういったことがはい、そうですね主にあの大きくは2つ施設がございまして、はい、今僕たちがいるのがこのふれあいセンターという建物のそばにいるんですね、はい、でこちらの施設はあの宿泊の施設とか、はい、それから会議室それからレストラン、はい、浴場施設がございますので、はいまあ、あの日帰りでのご利用もご宿泊でのご利用というのもしていただきやすい施設になってございます泊まれる家族で泊まったことあります、はい、あそうなんですねなかなかないでしょないです家族4人でここ泊まってる珍しいですねお泊まりでねいやいやそう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 、はい、家族でも来れるんですよねそうですね、うん、これ野外活動センターっていうのは何ができるんですか、はい、こちらはもう平たく言うとキャンプ場になってましてキャンプできるんですか、はい、こちらが日帰りのバーベキューとかそれからテントを張ってのキャンプもお楽しみいただけますねテントも張れるんですか、はい、ちょっと絵にもあるんですけれどもロッジサイトって言いまして、はい、これはあのバーベキューのスペースと、はい、それからログハウスを併用してお使いいただける場所になっているので、はいまあ、雨とか、はい、それから気温とかに影響されにくくって、あの小さなお子様とかあのご高齢の方、お連れの方にもあの安心してご利用いただけるこれだって僕子供の時からあったと思うんですけど、はい、これも今流行りのグランピングの先駆けですよね、はい、みたいなことですよねそうですねだからまあ、あの寒い時は建物の中でちょっとエアコンを効かしたりとか、はい、逆に暑い時はね、冷房を効かせる、はい、なのであとはレンタル品とか、はい、販売品も結構多数揃えておりますので、はい、なるほどこれからキャンプとかアウトドア楽しみたいなって、うん、思っておられる方もおすすめの施設もありますね、はい、ちなみに僕ずっと気になってたんですけど、はい、このキャンプとかその宿泊って料金どれぐらいなんですか、はい宿泊ですと、まあ、和室と洋室があるんですが、はい、フリアセンターは洋室は、お一人当たりの金額になってて、はい、例えば大人の方だと宿泊の、お部屋そのものというか一人の料金は1680円安っ、はい、1680円、はい、でそこちょっと素泊まりができないので、はいはい、レストランでのお食事合わせていただいてもざっとですけれどもまあ、3000円前後ぐらいではお泊まりいただくことができると思います、ね、まあでも素泊まりじゃなくてよかったそんなどっかで飯食うてここに泊まれるかもねそうですね周りなんもないからね、はい、そうこれが大型木製遊具、はい、これ昔からありましたそうですねあの大型木製遊具は、うん、あの昔からございまして、うんアスレチックの方が割と本格的な遊具になってるんですけれども、はい、こちらは小さなお子様にもお楽しみいただけるような施設になってございまして、はい、ローラー滑り台とかちょっと揺れる橋とか、はい、ちゃんと持つところはあるんですけど、はい、ここはまああの休みの日なんかはご家族小さなお子様連れの方で結構にぎわっている施設になってますね直径100メートルを超える円形のグラウンドになっているので、はい、あグラウンドなんですね、はい、あの半面を貸し切って例えばサッカーの練習とか試合していただくこともできますし、はいはい、なるほど、まあ、休日にはあのいろいろ小さなお子さんも連れの方とか、はいはい、ちょっとしたあの遊具を持ってきていただいてあのゆっくりと楽しんでいただける場所になっています、いやちょっといろいろとお話をお伺いしたんですけど、はい、ちょっとなんかどれか行ってみたいですけどねはいはい、はいもしよろしければじゃあフィールドアスレチックの方に行かしてもらっていいですか？あじゃあぜひよろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあ安全用のヘルメットもありますので、はい、皆さんでぜひ行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやいやそんなさっさ明るいね。いやちょっと高いとこ怖いです。こんにちは。わ。いやだいぶ高いで、え、これどこまで、あそこまで登るんですか？え、足次どうするお前ちょっと、え、ここ行きますね。だ、怖い怖いめっちゃ怖いかもしれない。待って、3点で、3点でめっちゃ怖い。足、手や、めっちゃ怖い。手、え、これ、ここ使うんですか？あ、行け行け行け、めっちゃ、はい、頑張れ。ありがとうございます。うわ、うお、怖っ。いや、
これラスト30種目目やっときました。やっときました。いや、ゼーハーですね。めちゃめちゃしんどい。こうアスレチックとアスレチックの間がもう一番アスレチックですね。いやほんまにね、マジでよじ登ってるわ。よじ登りながらやっときました、ラスト。ちょっとりょうかちゃん先行こうか。さっきのあるんで大丈夫ですか。では行ってまいります。よし。あーもうなんかこれぐらいやったらとか思っちゃう。こっちにしますね。ゴールまで気張らないんですか。ちょっと池田さん、池田さん行きましょうか。来てください。何やろ。よいしょ。ちょっとパンツ透けてないですか。やめてください。見えないんですよ。さお、いけるかな。あー、これ滑る。めっちゃ怖い。うわ、これ腕めっちゃ震える。いい。うわあ、あかん、ほんまか。えちょっと、よいしょ。お疲れ様でした。ゴール楽しい。ゲータ、あれゲータさん、まあ、子供できた時に付き添いで来たいと思います。泣きそうになってます。いや、すごいな、なんで走れんねん。やったー。すごいな。いや、しんどいわ。いや、楽しかったですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい汗かきました。いや、ほんとにお疲れ様でした。はい、結構、ほんまに危ないですね、これ。そうですね、きちんとヘルメットもつけて、はい、で、まあふざけないで、はい、やっていただいたらもうやりごたえたっぷり。いや、もうたっぷりです。アスレチックですね。さあ、レストランにお昼です。到着しました。はい。さあ、なんかコロナからちょっとこの用紙にはい、ご注文を記入していただいて、で、生産済ませてテーブルで待ってるとお料理運んでいただけると。なるほど。はい。じゃあどれする。もう俺はもう決まってるから。私も決まってます。どれ。もうこうパッと見て絶対これって思いました。じゃあせーので。はい、せーの。ピザ。うわー、マルゲリータピザ、美味しそう。見てください、マルゲリータです。4種のチーズピザまであるやん。ほんまですよ。蜂蜜かけてくれてるやつかな。うわー、おしゃれなやつですかね。じゃあ、マルゲリータ、俺はもうこの三元豚カツカレー。懐かしの。僕はここのカツカレーをほんまにむちゃくちゃ食べてるんで。なるほど。まあ多分変わってるんやろうけど、うんうんうん、ちょっとここまではカツカレーをいただきたいなと思います。はい、では注文していきましょう。さあ、来ました。めっちゃすごいやん。めっちゃいい匂いする。美味しそう。見てください、トロトロ、チーズたっぷり。美味しそう。そして、はい、で、三元豚のめっちゃ分厚ないですか。はい、美味しそう。カレー、まあ、カレーもええ匂い、いい香りだ。じゃあ、早速、じゃあお疲れでした。お疲れ様です。すいません、ちょっと言ってたら、いただきます。すごい。いただきます。いただきます。じゃあ、りょうかちゃんから。はい、では、ちょっとピザを。すごい、たっぷりオリーブオイルで。うわー、いや、ほんまにすごい。ほんまにすごい。うわー、いただきます。うん、うまー。美味しい。最高ですね。もうすやな、ほんまに。ちょっと僕も。めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと僕はルーから。あ、美味しい。ちょっと本格的。僕が昔食べてた、はい、なんか要するに食堂のというよりかレストラン、ほんまにレストランのカレー。へえ。うん、ワインが効いてるというか、辛い、もう濃くて美味しい。なるほど。うわ、ぶっカツも行ってください。サクサクです。すごいよ。
むっちゃ分厚い。そう。ね、ちょっとじゃあカレー粉ぶらして。うわ、うん、迷うか。うわー、コンボ決めてる。全部と。マジでうまい。さあ、はい、いや美味しかったです。ありがとうございます。最高でした。ありがとうございました。本当もうむちゃくちゃ、はい、動きましたし、はい、お腹も満たされましたし、はい、最高でございます。よかったです。はい、なんかこの三六公園さんからこうなんか、はい、PR というかお知らせなんか、はい、ございまして、はい、生駒三六公園では、秘密基地作りとか火薬体験、それからホタルの観察とか、天体観測のイベントもございます。はい、すごい、めちゃくちゃ興味湧くワードじゃないですか。なんすか秘密基地とか。そうなんですよ、あの実際山の中に入ってそこにあるものを使ってあのみんなで、大きな秘密基地作って、その中で過ごしていただいたり。最高ですやん。めっちゃワクワクする。めっちゃいい。ありがとうございます。その他にもキャンプ場のご予約とか、はい、それからふれあいセンターの募集客のご予約とか、うん、結構埋まってきてるので、はい、もうぜひこの機会に、はい、あのご利用いただければ嬉しいです。そうですね、いや本当にめちゃめちゃいいとこですんで、はい、もうぜひあのなんすか新生三陸公園をちょっと体験させていただいて、はい、ありがとうございます。新しいご飯と、はい、で、ね、僕ら子供の時からやってるアスレチック、はい、本格、はい、超本格派の本格アスレチック、はい、サウナもあって、はい、ね、全部揃ってますから。そうですね、ぜひこの機会に、はい、お越し寄りください、はい、さあじゃあ最後に僕らから、はい、はい、よろしければこちら千色紙になります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お見せいただきます、はい、はい、ね、はい、じゃあ最後にいつものコーナー行きましょう。はい、りょうかのちゃちゃっと謎解き。ちょっと連敗続きなんで、はい、はい、今回はですね、はい、ちょっと普段と違う感じの謎解きを、はい、持ってきました。いきます、はい、じゃん。この四角に入る文字は何でしょう。はい、今回はちょっとひらめきですね、脳の、はい、ひらめき力を、うん、うん、お、なるほど、早い、どう、あら、運動、運動、早っ、正解でございます。あれもうパーン来たわ。もうパーン来たわ。パーン開きました。はい、はい、じゃあまあね、今みたいな感じでこちらはまあこの四角に入る言葉、うん、一文字入れることで全ての熟語がこう成り立つような一文字を探しましょうという問題でした。なるほどね。はい、謎よりもひらめき力ということで、はい、はい、まあ命運、運が運気、運送なので運と活動、騒動、移動、動物で動くという字で2文字つなげて運動でございました。これこっちでもよかったんじゃん。そうなんですよね、こっち発信なんですか。だから なんかこれ全部 こっちから運命、運が、はい、運送やのに こうやん。はい、でもこれでもこっちでもこっちでもいけたやん。運命でもいけます。いけでもなんか全部この文字から始まりすぎてるなと思って、なんか二文字目に来るのもあった方がいいかなと思って。こっちさっき作ったとかじゃない。何ですか。何なんですか。俺も早くできた時はちょっと言っちゃう。ちょっとなんか文句が。いやでもよかった、でもパーツできたから今日はよかった。はい、ということでした、はい、皆さんは解けましたでしょうか。はい、はい、さあ次回は、はい、次回は6月1日の配信でございます。ですね、竹丸ホールにて活動されている子供向けの英会話教室にちょっと参加させていただこうということでございます。はい、竹丸ホールでほんまにいろんなことしてるんやね。ほんまに全部できると思います、ね、竹丸ホールで。さあじゃあ次回6月1日楽しみにして、はい、ではまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。サンキュー。